はい、こんにちは。朝にやっていただきたいストレッチの、紹介になります。今回は、肩周りを特にリラックスさせる、ストレッチをやっていきたいと思います。動きはまずやっていきますけども、ぐーっと両方の肩を上に引き上げてストーンと下ろす、ぐーっと引き上げて下ろす、息を吸いながら上げてふっと吐く、はい、吸ってふっと、はい、イメージはですね、何か物を持ってた時に、その物をスッと持ってて、スッと手放した時、その物がストーンと落ちる、そんなイメージです。なので、力を入れたままっていう、動きではなくて、ぐーっと引き上げてストーン、ブラ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 となるぐらいのイメージだと思ってください。なぜこれをやるかと言いますと、よくある姿勢で、もう緊張がね高まってしまって、ぐーっとこう緊張感が高まって、こういう姿勢の方って結構いらっしゃいます。はい、そうするとやはり肩こりの原因にもなりますし、首も凝ってくるし、頭痛の原因にもなる。特に事務作業とかやられてる方は、結構悩みの多い部分なのかなと思います。そういった方に特にやっていただきたいんですけども、しっかりとこの上がってる方をストーンと落として、リラックスした状態を姿勢から作っていってほしい。そういったことの、目的のストレッチになります。バリエーションとしましては、上げた肩をストーンと下ろしたと同時に膝も抜く、ストーン、ストーン、ストーンっていうものもありますし、今両方やりましたけども、片方ずつストーン、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 どっちかはね引き上がりますから、片方は力が入っている状態、片方は力が抜けている状態、こういう動きの連続になります。はい、よりね両方よりかは少し動きが難しいのかなと思いますけれども、目的としてはストンと落とすところ、リラックスするというところが、最大の目的になりますので、まず両方でやっていただいてね、動き慣れてきたなと思ったら、ぜひこの片方ずつともやっていただくと、より効果的になるかなと思いますので、ぜひその辺も実践していただきたいと思います。以上で終わります。ありがとうございました。